私たちはゼロカーボンエネルギー源の一つではあるものの、使用済み核燃料や放射性廃棄物といった課題のある原子力エネルギーシステム、特に核燃料リサイクルを背景とした応用化学研究を行っています。原子力において最も重要な元素はご存知の通りウランでして、これに加えてトリウムやプルトニウムも核燃料物質の一員です。これら周期表の一番下に位置するアクチノイド元素の化学的な振る舞いを理解することは核燃料リサイクルの最も基礎となる部分であることから大変重要です。私たちはこちらに示す核燃料物質の持続的確保、劣化ウラン有効活用、マルチオプションを許容する放射性廃棄物処理といった3つのテーマについて主に研究を行っており、より持続可能な核燃料リサイクルシステムの基礎づくりを進めています。まず核燃料物質の持続的確保では、自分たちで設計した有機分子を使ってこのようにウランを数珠つなぎに結合させることでウランのみを結晶化させることに成功しています。これにより使用済み核燃料からウランを効率よく、また選択的にリサイクルすることができます。また私たちは水溶液中でウランに対して現時点で最も強力に結合するこのような有機分子を開発しています。この分子構造を高分子に導入することにより、海水からのウラン回収資源化を目指しています。核燃料製造時に発生する劣化ウランは生成済みであるにもかかわらず、現状では使い道がほとんどありません。私たちは科学的用途に劣化ウラン利用の新しい活路が開けると考えています。例えばこちらのウランガラスに紫外線を当てると緑色に発光することに基づいて、光触媒としてのウランの機能を引き出すことに挑戦しています。使用済み核燃料からウラン等を回収した後に残る高レベル放射性廃棄物はガラス化した後、地下深くに埋められる予定です。一方、放射能低減技術である核変換が実現した際には、ガラスから放射性廃棄物を再度取り出す必要があります。私たちは酸性水溶液での処理により、ガラスからほぼ全ての元素を溶出可能であることを見出しました。もちろんその条件は地下処分環境とは全く異なるので、従来通りの処分も可能です。このように将来的技術革新にもより柔軟に対応できる新しい放射性廃棄物処理技術の開発を科学的観点から進めています。私たちは核のゴミ、科学の力で処理・処分・資源化をモットーに、索体科学及び溶液科学に基づく核燃料リサイクル先進基盤研究を進めています。ご興味を持たれた方はぜひホームページなどもご覧ください。